それでは、東京大学経済学図書館の120年をごく簡単に振り返りたいと思います。東京大学経済学図書館の園芸は、1900年のエンゲル文庫の購入にまで遡ります。エンゲル文庫は、エンゲル係数で知られる統計学者エルンスト・エンゲルの旧蔵書、1万4千冊余りから成り、ドイツ留学中であった高野岩三郎の尽力により購入が決定しました。 これにより、東京帝国大学法科大学内に経済統計研究室が設置され、図書の管理も行うようになったのです。近代以降の学術活動の源泉となったのは、明治維新以降に欧米から輸入された膨大な知識であり、経済統計研究室における図書の収集も、こういった情報基盤整備の一翼を担っていたのです。その一方で、 国内の資料に着目して創設されたのが1913年に設立された商業資料文庫です商業資料文庫はドイツ人教師ジーク・フリート・ベルリネルの提案によるもので国内の企業の定款、営業報告書などを収集し企業経済の実証的研究を促すことを目的としていました1919年、法科大学より経済・商業の二学科が独立し 日本初の経済学部が設置されました経済学部創立の式典で祝辞を述べる山川健次郎総長の写真と当時の経済統計研究室の建物及び職員の写真が今に残されていますこの経済学部の独立を記念して翌1920年12月21日に二戸稲造から寄贈されたのがアダム・スミスの旧造書 冊です経済学部ではこれをアダム・スミス文庫と名付けて保存に尽力してきましたさてその後の図書館の変遷を見てみましょう経済統計研究室は1923年に経済学部研究室となります研究室の図書部門は閲覧室図書室などと呼ばれていたようですその後 経経済済学学部部図図書書室となり1982年には経済学部図書館には館改められます一方の商業資料文庫は1939年に業務を拡張して経済学部資料室となり企業資料に加えて統計や白書などの館長および経済団体などの刊行物を幅広く収集するようになります。 第二次大戦が終わり高度経済成長に向かう中館長や経済団体などの観光物の収集に重きを置き経済学部資料室が改めて設置されますこういった図書館と資料室の関係が大きく変容するのは2009年から2010年にかけてです2009年に資料室と古文書を扱う文書室 日本経済史の一次資料を扱う経済資料分析室が合併していわば第3代目の経済学部資料室が誕生しますさらに2010年には図書館の名称が東京大学経済学図書館と改められます現在の東京大学経済学図書館は図書館機能を中心とする経済学図書館と アーカイブ機能を基盤に置いた経済学部資料室という二部門からなっており、赤門総合研究棟と学術交流棟の二つの建物に分かれて機能しています。経済統計研究室と商業資料文庫の時代と比べて、随分と業務は様変わりし、蔵書量もエンゲル文庫の1万4千冊から始まり、120年の時を経て。 約83万冊にままでなりましたしかし2部門をもって経済学研究の両輪とする図書館の姿は経済統計研究室と商業資料文庫の伝統を踏まえているのです東京大学経済学図書館の120年は決して平坦な道のりではありませんでした。年には 関東大震災によって蔵書のほとんどを失います。アダム・スミス文庫は救済できたものエンゲル文庫は9割以上を焼失してしまいました第二次世界大戦では難を逃れましたが思想統制による収書への影響や空襲対策としての疎開など多くの困難に直面しました戦後は学生運動によって書庫や書籍にも大きな被害が及び 2011年の東日本大震災では7,000冊の書籍が被害に遭いましたそして今新型コロナウイルス感染症により社会が大きな打撃を受け大学図書館も変容を余儀なくされていますその中で東京大学経済学図書館経済学部資料室は先人から受け継いだ伝統と100年を超えて蓄積された学術の地を次世代に受け渡すため大学図書館 学術研究図書館としての役割をどのように果たすべきか今模索しているところです。